皆さんどうもドラゴン DK です。じゃあね、今回もテイツゲストでやっていきましょう。では行こう。どうだ、ってまだやったー。うわ、あ、ここでね、あ、落ちちゃいます。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 感じる。カノヌシはこの奥だよ。うっす。宝箱とか全然取れてないけどね。とうとう恩返しができそうだな。あんたそれ言いたいだけでしょ。そうやね。奥、とうとうバレたか。とうとうバレたか。わかるいでか。どいつもこいつも他人の都合で動くやつじゃあるまい。否定はしません。自分の舵は自分で取る。そうね。それが僕たちの流儀だ。うん、そやそ。よし、じゃあ行きますか。ここで尻尾巻いて逃げてもいいよ。でもあかん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 。まあ行きましょう。最終決戦じゃ。カノヌシ、貴様。よし、ここやな。待たせたの、同志殿。最下の剣士ご一行の到着じゃ。最強の剣士、切るのが楽しみだ。俺たちに喧嘩を売った落とし前、つけさせてもらうぞ。アルトリウス様、私は自分の意志に従ってあなたを止めます。私の剣には人々の理想と希望が宿っている。狙ってはないよ。断りから外れた意志で砕けるもの。
すごい恐怖っぽいな。あなたの剣は強いよ。けど僕たちと同じただの剣だ。よく言ってライフセント。試してみる。お前自身の体で。君に殴られて以来、胸の奥がモヤモヤするんだ。これって何なのかな。わからないならまた殴ってあげるよ。そうやね。きっと君を食べたらすっきりするね。せえへんや一緒な。アーサー兄さん、なぜ鳥は空を飛ぶのか答えが分かったわ。鳥はね、飛びたいから空を飛ぶの。理由なんてなくても、翼が折れて死ぬかもしれなくても、人のためなんかじゃない。誰かに命令されたからでもない。鳥はただ自分が飛びたいから空を飛ぶんだ。そんなものがお前の答え。そう、それが私よ。お前は昔からそうだ。その愚かさこそがゴーマを生み、世界に悲劇をもたらす元凶なのだ。だったら退治してみせろ、同志アルトリウス。もとよりそのつもりだ。え、この、え、もしかして二人相手にせなあかんとか。やめてそれ。ロクロ。ナイスライセット。殺すなら、しっかり殺せ。何もないっと。私があんたを喰らう。うわ、やっぱちょっと待って。
どうした？迷いが出たか？いや、出たよね。あ、思い出した？そこじゃーそこじゃーい。お姉ちゃん、なんで僕の櫛を？それはラフィーがくれた櫛よ、聖主カノヌシ。そうそう、僕はカノヌシで、あなたはサイカの剣士だったね。お、お腹が空いたよ、アルトリウス。お腹が空っぽで、胸が空っぽで、体が空っぽで、僕は苦しい。苦しいよ。どうやらお前から絶望を食らうことはできないようだな。ならば鳥は飛ばなければならない。強き翼を持つゆえ人は沈めなければならない。深き業を持つゆえ汚れも悲劇も争いも怒りも涙も愛さえも今すべてを沈めよう。我が羽ばたきで人にふさわしい静寂を、カノヌシよ、私の絶望を食らうがいい。え、まさか、まさかこれは、まさかこれはカムイ。でかい剣だった。やはりカムイ来た。来るかな思ったけど。カモヌシのカムイ。さあ、すべてを沈めよう。我が完全なカムイの力で。
決着をつけよう、最下の剣士。どうせ！どうやる？私は、あんたを！この憎しみを食らう！無駄だ！無駄だ！諦めろ。私は世界の痛みを止めねばならんのだ。戦艦さなった！な。Nice!
英雄のセリフだな。あの日兄さんがかけてくれた言葉よ。開門の日のか。ベルベット、あの日からの朝は嘘なんだよ。俺はずっと思っていたんだ。死んだのはセリカたちでなく、お前たちだったらよかったのと。私もそう思う。もしそうだったら、きっと兄さんは私たちのために世界を救ってくれたもの。終わったな。お腹すいた。いいや、まだじゃぞ。お腹すいた。まだある。お腹がすいたよ。なに、何が起こってるのこれ。雀の力の暴走、制御する奴がいない。やばいぞ。どういう、今ならまだ殺せる。待って、私がやる。お僕は我慢したんだ。怖いのも痛いのも。知ってるわ、苦い薬だって飲んだし、したいことも食べたいものも我慢した。なのになんで邪魔するの。嫌いだ、お姉ちゃんなんて。頑張ったね。もう我慢しなくていい。一緒に眠ろう、ラフィ。ベルベット、何を。そうか、ベルベットは永遠に己を食わせ、カノヌシを喰らい続けるつもりなんじゃ。互いを喰らい合う無限の矛盾と化せば、生きたままカノヌシを封印できると考えたんじゃな。いや、ダメだよそんなの。あかん。カノヌシを殺せば、その一部の私もフィーも死ぬ。私は自業自得でも、フィーは。僕もいいよ、ベルベットと一緒なら死ぬのなんか怖く。ええ、死になさい。食べて、生きて、したいことを全部やった後に。本当に勝手よね。私はわがままで醜い人間けど、あんたはそんな私を救ってくれた。まっすぐな優しい力で。違うよ、ベルベットこそ僕を。ねえ、あんたも見てきたよね、
人間はいつも必死で、だから間違ってしまう生き物なの。あの兄さんでさえ。だからお願い、あんたは生きて。私がめちゃくちゃにした世界を、私みたいな弱い人間をどうか助けてあげて。これが私の最後のわがままよ。そんなのずるいよ。本当にごめんね。聖書を封じるか。とんでもない人間がいるものだ。落ち着け。こいつらは四聖書だ。ああ、そう。今頃お出ましとは他人事じゃのう。そうでもない。カノムシが欠けてしまっては我らの力の均衡は崩れる。地水火風が激しくぶつかり合い、世界は数万年間再構築されることになる。そんな！破滅を防ぐには代わりの聖子が必要だ。力と意志を兼ね備えた精霊がな。おるやん、ここにラフィが。ライフセットが。なるよ。僕が代わりに。待って、ライフセット！そんな簡単に！聞いてやろうぜ。貴様はカノムシの一部だ。力に不足はない。だが、問題は意志だ。汝はこの世界、何を望み、何をもたらす。僕は、この世界にもたらしたい。心を溢れさせてしまった人が、やり直せる明日を。どこまでも飛ぼうとする人たちが、翼を休められる時を。強くて弱い人間が、怖くて優しい人間たちが、いつか空の彼方にたどり着けるように。やってみるがいい、新たな聖主よ。地上に戻った。光のドラゴン？
やれやれ、ベルベット譲りの無茶じゃのう。ライフセットや。ん？ライフセットなのですか？でもなぜ？それが聖主の姿、そしてお前の覚悟の証なんだ。制約？うん。怖い？エレノア。いいえ、男ぶりが上がりましたよ。さっきの炎がお前の聖主としての力か。あれでなくなったのかよ、ゴーマも汚れも全部。いや、俺はゴーマのままだ。白銀の炎は溢れた汚れを払ってゴーマを人間に戻すことができる。でも心を変える力じゃないから。やり直す可能性を与えるだけなのですね。すまん、俺の業は深すぎるんだな。それこった。いいんだよ、それが六郎なんだから。優しいな、お前は。やれやれ、大魔師はほとんど消え、人の業は混沌のままということか。先はなかなか困難そうじゃな。そうだね。でも未来を願い思う。人の祈りも消えないよ。言うな。精霊に意志が戻った。お前の理想に力を貸す者たちも出るだろう。私も人々に伝えます、世界に聖主ライフセットの加護があること。その名前はちょっとこの姿には似合わないと思うから。ベルベットがくれた名前ですもんね。じゃあなんて呼べばいい？エレノアがつけてくれたマナで呼んで。生きるもの、ライフセットを古代語にした僕のマナは。もうすごい。時間費やしてもだけれども、まあいろいろとね、スケットでやったり
マークの回収であったりね、いろいろすることあったんでね、結構長くなりましたけどね、まあ、今回はこれで終わりですね、ようやく。またね、いろいろ考えていますんでね、ゲームするゲームの実況の方もね、まあ一応今はねゲーム実況の50分縛りっていうんでやってるんですけど、まあちょっとそこから外れてやってたんですけど、あとねその新戦力武装駅伝が終わり次第ね、またルーの方に戻っていきたいと思いますんでね、もしよければね、まあ見てください。いやにしても感慨深いね、よかったよかった、これで終わった。最後の方ちょっとめっちゃうるっと生きてもうたけどね、ほんまに笑いやり涙ありやね、ほんまにこのゲームは。好きなゲームのシリーズですからね、テイルズシリーズは最初確かデスティニーらへんからやり始めて、そこからまあレジェンディアとか、まあ、PS2 のゲーム PS2 で出たやつはあんまりやってはないんですけど、3とビータでね出たやつは全部やってますんでね、でね、やってないのがレジェンディアなんですよね、あれやりたいなぁ思ってね、プレイステ2、まあ、あるんで、まあ、またね機会があればもうそのやってないゲームの方ね、デイルズシリーズのやつやっていってもいいかなと思いますんでね、まあそれ以前にゲーム実況の50音縛りの方終わらせてからですけどね、さすがにやるんだな。それもね、縛り設けてやっていきたいと思いますんで、まあマリオやからそこまで難しくはないんやろうけど、一応ね、この子で、この時に、まあ、言っといた方がいいかなと言ってみました。ではね、最後に見てから終わりにしたいと思います。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、まあ、もしよろしければしてください。あとね、概要欄のところからね、まあ、リンク、ツイッターのねリンク貼ってやりますんで、もしよければそちらの方からねよろしくお願いしますね、フォローね。まあ高評価とかねコメントとかもありますけど、俺はそんなに別どっちもあんまりしてないから強制はしないって感じですよね。まあコメントしてくれるなら嬉しいんですけど、まあ、そこまで見てられないですよね。まあ来てもいいし見ないから問題ないんだけど、それにしてもねあんまりそういうの読まない主義なんで、俺も千円主義やからね、あんまりねそういうのたまにしか他のね YouTube 見てても他の動画見ててもほとんどコメントしてないんでね、あんまりコメントする意味がないっていう、高評価とかもねそういうのつけてもね意味ないんでね、結局のところ YouTube のシステムであって、その人
人がね、まあ、本当に気に入ってなくて動く人がいれば高評価しますけど、別にどうでもいいかなって思う人がどこせいなんでね、はっきり言って、まあ、チャンネル登録はしてますけどね、さすがに気になってる人は。ゲーム実況であったり音楽であったりね。お、出店、おお、いろいろあるやないの、いいね。あ、レディアントマイソロジーやっぱあったんやん、出店なんか絶対あるやろって思うとったそれはね、うん、ゲステリアは絶対あるかな思ってたけど、うん、なかなかよかったですね。まあ、実写はまあ普通でしたね。だって主人公が、実写してるよね、主人公は、ちょっと頑張ってこない。何が頑張るのかわからない。主人公が、実写はすごいわからなかったから、すごい面白かったんですけど。まあ、結局、この実写のコードは、いいじゃんな。いいじゃんな。よかった。ベルベットとライフセットやね、弟の。で、あっちで見守ってる、遠くで見守ってるのが今やアマテラスになった人やってことやね。人というか精霊ってことやね。それは終わりではなく、混沌の始まり。ナイス。人は果てしなく戦い続ける。ナイス、ロクロ。人の世を守っていてよ。ゴマなんやから、ずっと生きてられんねんもんな。それはそれで、あの人たちのように憧れるけどね。若い体で、ベビー君が仕切っとるな。よかったよかった。ああ、見えへんのか。アイゼン乗っとるよーやね。それはそれでなんかピュアな心を持ったものにすれば、いえガナタを目指して羽ばたき続ける。アイゼン、あの人たちのように。お、今度はどこや。笑顔と同じだけ涙を流し、まあ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 やな。あ、モアナがおる。お、ダイルと、お、憎しみと同じだけの愛を抱きしめながら、人と人とのつながりがね、自分を成長させることもあるしねって、紛る中が入ってるし。世界はとても残酷で、ジェフ寝てるかな。行くぞ。起こされとんねん、ほんまに。未来がどうなるかは神様にだってわからない。うん、それでいいと思うよ。神様にだってわからない。心
の人間の力でね、なんとかなるもんすよ。ビエホ焦げとるし。だけど僕は信じるよ、ベルベット。強くて弱い人間たちを、怖くて優しい人間たちを。だからいつかあなたの願いが叶う、その日まで心に強く強く炎を燃やして。生きる。うん。よかった。ヘイ、終わりましたね。ベルベットクラウン、トロフィー獲得したよっていう、ね。ゲームクリアおめでとうございますということでね。ではさらば。